ゼラチン、ゼラチン、そしてペクチン。やばいってこれ以上食べないと吐いちゃうんだから。うん、ちょっとみんなに集まってもらって話すか。フィフティーンに伝えようと思ったけど、みんないるとこで話した方がいいかもな。よしよしよし、集まってきた集まってきた。よし、ペクチンだ。よし、ペクチンちょっと行こうか。よし、君たち、子猫、チンズ、お二人ね、月猫カフェにお返しする日が決まりました。あと2週間後になりました。結構伸びたルノも伸びた、ルノも伸びたね、伸びたねルノ。というわけでチンズをお返しするのは今日から2週間後ということになりました。もういつお返ししても大丈夫かなと思ったので、月猫北海道のスタッフの方に今日連絡をしてご相談をしたんですけども、今日から3日後とかどうですかっていう話をしたんですが、ちょっと最短で1週間後だと助かりますっていう話になりまして、ちょっと他にもね猫がたくさん入居してきて、その猫たちの譲渡会の予定があって、その譲渡会でねゼラチンペクチも一緒に出すってなると、福岡の猫がね、福岡の猫来ます、ゼラチンペクチンも来ますっていう感じで、トピックが何個もあるとねあんまり良くないんじゃないかということで、ゼラチンペクチンは結構ちゃんと強くゼラチンペクチンが来ますって、譲渡会やりますっていう感じでやってくれるみたいなので、ちょっと別のタイミングにしてもいいかなっていう感じだったので、さらに1週間伸ばして僕からも提案したんですけど、月猫北海道のスタッフの方と話し合う中で、ちょうど2週間後の日にゼラチンペクチンをお返しするということになりました。ちなみにですね、2週間後にお返しして終了となるとも限らないという話でして、どういうことかというと、2週間後にお返しします、月猫カフェにお返しします、そしてあ、ほらゼラチン2週間後にお返しして、その翌日翌々日の2日間とかで月猫北海道の譲渡会をやるみたいです。そこでゼラチンペクチンをお披露目、そして実際に月猫カフェに来てくださった人たちにゼラチンペクチンを見てもらって触れ合ってもらって、それではじゃあ私このゼラチンペクチン引き取ります、トライアルしてみますっていう方が現れたら預かり終了となります。でその2日間で現れない場合もあると思うんですよね。たった2日間で何十人の方が訪れるのか分かんないんですけど、まあ、10人、20人、30人というお客さんがもし来たとして、その方たちが即決でね、じゃあこの猫にしますって即決するかどうかっていうと怪しいですよね。その場で即決しなかった場合は再びこの我が家にねゼラチンペクチンが帰ってくるということになります。そしてまた次の譲渡会まではうちで預かることになります。なので、2週間後に必ずしもお別れになるとも限らない、ちょっとわからないんですが、まあ、一応2週間後にお別れになる気持ちで過ごして、ゼラチンペクチンに元気よくね過ごしてもらおうと思ってます。ゆきちゃんはツンって感じですね。気持ちいいか。ゆきちゃんも2週間後までお別れが延びました。いやもう明日明後日し明後日この3日間ぐらいで最後の日々なのかなと思ってたんですけど、急に2週間延びたっていう結構ね寂しいなって思ってたんですけど、急に延びたんで、まあまだ、まあ、お別れすることには変わりはないんですけど、まあ、ちょっとねまだしばらく子猫たちと過ごせるなっていうそんな感じですね。
というわけで、ゼラチンとペクチンのお別れの日が決まりましたというお話でした。視聴者の皆さんにも伝えるとともに、ヨンネコにも理解してもらえたらいいなと思ってお話をしました。あと2週間楽しく元気に健康に過ごせたらいいなと思います。これからも動画で見守っていてください。ダメージ。食べてよ、ペクチン。ゼラチンはいいね。ペクチン食べてくれ。エビチン、おやつ。はい、君たちもおやつ。おやつをトッピングするよ。はいはいはい。待て待て。こうだ、こうでいい、こうでいいだろ。はい。あと2週間でもっともりもり食べてさ、元気出してくれ。元気はあるかも、すでに。もっとね、ご飯を食べてくれたらいいんだよな。2週間でもっとご飯を食べてくれ。たくさん食べるよ。もっと太っていいからね。まだ痩せてるよ、君たち。食べようね。なんかムキムキになってきたな。ゼラチンじゃなくてペクチンも。ペクチンのフォルムがどんどん変わってきたな。お腹はもうポンポコリンだしな。ユーフィトルのカレンダー発売中。